精液ってしょっぱいですよね。まあなんで僕が知ってるかは置いておいて、人のあそこ液ってどんな味がすると思いますか？甘い、しょっぱい、辛い。すいません、あなたのって何味がしますか？なんてなかなか引けないし、聞けたとしてもぶっ飛ばされますよね。そこで今回は気になるあそこの味を男性編と女性編に分けて徹底解説します。ペニペニ。まずは男性編。もちろん精液の味っていうのは人によって違います。みんな同じ味がするってわけではないんですね。あんたの味は薄口ねって言われても大丈夫です。味より質ですから。精液には代表的な6つの味があります。それはしょっぱい、酸っぱい、甘い、苦い、金属っぽい、塩辛いです。いろんなフレーバーがあって味の宝箱や。いつもしょっぱいわけではないんです。体質によっても味は変わりますが、普段の食事も味に大きく影響します。じゃあ一体どの食材が味に影響するのか。医師監修の医療ジャーナルウェブサイトヘルスラインに最新の研究を見つけました。この動画を見ている人だけに分かりやすくまとめたので参考にしてみてください。まず苦い味にするのはニンニク、玉ねぎ、ブロッコリー、アスパラガス、それからキャベツなどの葉っぱ野菜、お肉、乳製品です。これらを普段から多く食べていると精液が苦くなります。確かにお肉ばっか食べている人のは苦かったな。では精液を甘くするには何を食べたらいいのかっていうと、セロリ、パセリ、シナモン、ナツメグ、パイナップル、パパイヤ、オレンジといった食材です。あ、すいません、先ほど言った精液を甘くするっていう表現、正確に言うとこれらの食材を食べると精液のアルカリ度のレベルを下げます。アルカリ度が下がると苦味が減って、もともと精液にあった甘い味を感じやすくなるんですね。なので精液の甘さが増えるっていうよりは苦味が減って自然の甘みに気がつきやすくなるってことです。ナチュラル。実はこういった食材の他にも味に影響するものがあります。それはアルコールとタバコ。僕はビールやハイボールが好きなのでよく飲んでるんですけど、こういったアルコールや普段タバコを吸う人の精液は苦くて酸っぱい味になります。なので飲みに行った次の日とかは苦いってな感じの精液になります。タバコは精子の質や数にも悪影響を与えます。なので妊活中の人や自分の精子を元気にしたい人はタバコはなるべく控えておきましょう。ちなみに精液を飲むこと自体問題はないのでご安心を。ごくんと飲んでも妊娠はしません。ただし性病に感染している場合、精液から相手の方に移してしまうことがあります。なので飲んでみたい、飲んでほしいと思ったら、まずは検査に行って性病に感染していないことを確認する必要があります。万が一感染していても早めに見つかれば早めに治療できるので大丈夫です。無料で検査ができる全国の保健所と郵送検査キットを送ってくれるクリニックの情報を概要欄に貼っておきました。あ、それと AV とかでよくフィニッシュの時に飲んでるシーンがあるじゃないですか。あの影響で最後フィニッシュの時には飲んだ方がいい、飲まなきゃいけないって思ってる人も実は結構多いんですね。でも飲む飲まないは本人次第なので、必ず相手の同意を取ってからとしてください。くれぐれも嫌がっているのに無理やりぶっかけてはダメです。それでは今度は女性編の前に、今回の動画役に立ったなと思ったらいいねボタンやコメントを残してもらうとめちゃくちゃ励みになります。いつも動画を見てくださって本当にありがとうございます。バジャイジャイ。それでは女性編、バジャイ子さんの愛液の味はどんな味なの？愛液って蜜や甘い果物、花のような味なんでしょう？いや、それは漫画ではよく使われる表現なんですけど、そんなことはありません。僕の周りのカップルにアンケートをしてみたところ、切って3時間くらい経ったレモンの味、砂糖が入っていないヨーグルトの味、鉛筆の芯みたいな味ってな意見がありました。鉛筆は食べたことないので分かりませんが、レモンもヨーグルトも酸味がある食材ですね。もちろんバジャイ子さんの愛液も男の精液同様、人によって違いは出てきます。でも酸っぱい、苦い、塩辛い、金属っぽいっていう意見が多いです。
しかしこの他に女性特有のもので愛液の味が大きく変わるって知ってましたか？それは生理。生理の影響で体調が変わると味も変わることがあります。それと血液は鉄分を含んでいます。なので血液がバジャエコさんの中に残っていると金属っぽい味が強くなります。あ、そうそう、愛液に味がない無味という意見もありました。色や形が人それぞれあるように、あそこの味も人それぞれなんです。間違っても、まずいなんてしかめっ面で言ってはダメです。だって自分がそんなこと言われたらめっちゃ落ち込むじゃないですか。僕なら超へこんで多分立ち直れないです。味も個性の一つとしてしっかりと受け止めてください。それではまた次回の動画、ツイッターもしくはボイシーでお会いしましょう。バイバイ。すいません、あなたのあそこ行き、すいません、あなたのあそこ、すいません、あなたのあそこ行きって、聞けたとしても、聞けたとしても、みんなみんな同じ味。あんたのは精液、精液には代表的な、精液には代表的な6つの味があります。